アメリカ合衆国大統領権限の継承順位は、現職のアメリカ合衆国大統領や、次期大統領が、執務不能に陥ったり、死亡、または辞職し、もしくは免職された場合に、誰が大統領に就任し、または大統領の職務を執り行うのかについて定めている。日本における内閣総理大臣臨時代理に相当する。下表は、アメリカ合衆国憲法及び1947年大統領継承法によって示され、その後の改正によって新設された閣僚が追加された2021年3月24日現在の大統領権限継承順位の一覧である。フランクリン・ローズベルトの後を継いでから2ヶ月後、ハリー・S・トルーマン大統領は大統領が自身で決めた後継者に禅譲するという事態が起こらないことを確実とするために、継承順序に関して閣僚らより上の優先権を下院議長と上院下理議長とに与えるよう提案した。議会は、この変更を承認し、下院議長と上院下理議長を閣僚らより上の継承順序に加えた。これにより、下院議長と上院下理議長の地位は確立した。ただし、ケネディ暗殺を背景に改正された合衆国憲法修正第25条より、リチャード・ニクソン大統領は、ジェラルド・R・フォードを副大統領に指名し、上下両院の承認を得て、副大統領に就任し、ニクソン辞任後に、フォードは大統領として残りの任期を全うしている。継承順序は憲法中の3カ所に書かれている。大統領が死亡するなど、職務不能時に大統領に昇格した場合、前大統領の任期が残り2年以内であれば、その後の大統領選挙に2度挑戦できる。つまり、アメリカ合衆国大統領は最高で10年、在任できることになる。1951年の修正憲法後、8年以上、在任の機会があった大統領は、リンドン B ・ジョンソンだけである。しかし、テト攻勢など、ベトナム戦争の泥沼化の責任を取り、3期目の選挙が行われる1968年の3月に大統領選挙に出馬しないと明言した。1963年のジョン・ F ・ケネディ暗殺後、エアフォースワンの機上にて大統領就任宣誓をするリンドン・ジョンソン、合衆国憲法第2条第1節は以下のように規定している。In case of the removal of the president from office, or of his death, resignation, or inability to discharge the powers and duties of the said office, the same shall devolve on the vice president until the disability be removed. Or, a president elected, 大統領が免職、死亡、辞任し、または、同職の権限及び義務を遂行する能力を失った場合は、障害が除去されるか、または大統領が選任されるまでの間、それは副大統領に帰属する。当初この規定は、それが同職を指すのか、それとも同職の権限及び義務のみを指すのかという問題を未解決のまま残した。一部の歴史家は、大統領の権限及び義務を遂行する間、副大統領は副大統領のままであるということが、制定者らの意図であったと主張している。しかし反証も多く存在しており、中でも最も強制力があるのは、憲法自体の第1条第3節である。条文には次のように書かれている。The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no vote.Unless they be equally divided 合衆国の副大統領は上院の議長となる。ただし、過非同数の場合を除き、評決には加わらない。The Senate shall choose their other officers, and also, a president pro tempore, in the absence of the vice president, or when he shall exercise the office of president of the United States. 上院は、議長を除く上院の他の役員を選任し、また副大統領が欠席するかまたは、合衆国大統領の職務を行う場合には、仮議長を選任する。この条文は、副大統領の継承に関して、大統領の職務と単なる権限のいずれが副大統領に移るのか、という仮定的問題に回答を与えているように見える。このように、修正第25条は、大統領の障害に関する有益な新規定を加えたことを除いては、単に既存の先例の有効性について言い直し、再確認したに過ぎない。しかし当然ながら、それが初めて検証された際に誰もが、この解釈に同意したわけではなかった。そして、修正第25条が未だ存在しなかった時代に、米国史上初めて大統領を継承した、ジョン・タイラーの先例が、以後尊重されてきたのである。1841年、ジョン・タイラーは大統領を継承した初の人物となった1841年に、ウィリアム・ヘンリー・ハリスン大統領が死亡した際、ジョン・タイラー副大統領はしばし躊躇した後、大統領就任の宣誓をすると、自身は単なる大統領代行でなく、大統領なのであるとの立場を取った。彼は、アメリカ合衆国大統領代行に送られる、書簡さえも突き返したのである。この先例はその後も続き、大統領が免職、死亡、または辞職した場合、副大統領が大統領となることを明記する、修正第25条の第一節によって明確化した。この修正条項は、副大統領以外の職員が、同じ状況下で、大統領代行でなく、大統領になることができるか否かについては、明記していない。しかし、大統領継承法はその条項中で、就任する、いかなる者も、大統領の役を演じるに過ぎない、たとえ彼らが長年その役割を演じたとしても、ということを明らかにしている。かくて副大統領を務める者だけが、これまで、アメリカ合衆国大統領の称号を、継承することができたのである。1792年大統領継承法は、議会によって可決された、最初の継承法である。同法は、連邦党と民主共和党の対立により、議論の的となっていた。当時国務長官であったトマス・ジェファソンが、民主共和党の指導者として浮上したため、連邦党は副大統領に続く大統領、継承者として国務長官が現れることを望まなかった。三権分立に反することから、連邦最高裁長官を含むことに対する懸念もあった。成立した妥協案は、上院下議長を副大統領に続く継承者に据えることを確立し、下院議長がこれに続いた。いずれにせよ、これらの職員は、障害が取り除かれるか、または、大統領が選出されるまでの間、アメリカ合衆国大統領として行動するために存在する。同法は大統領と副大統領が共に欠けた年の11月に補欠選挙を実施するよう求めた。こうした補欠選挙で大統領と副大統領に選出された人々は翌年3月4日に始まる4年の任期を全うするとされたが、そのような選挙が実施されることはなかった。1881年のガーフィールド大統領の死後、また1885年のヘンドリックス副大統領の死後、上院下議長もいなければ、新しい下院もまだ開会しておらず、下院議長も決まっていなかったため、副大統領に続く継承者は全くいないままであった。チェスター・アーサー大統領は外遊の際、大統領に宛てた封筒を残し、自身が執務不能に陥った場合は誰かがこれを開封するであろうと考えた。議会が1885年12月に開会した際、グローバー・クリーブランド大統領は1792年の継承法の改定を求めた。同法は1886年に通過した。議会は上院下議長と下院議長を閣僚と入れ替え、国務長官を継承順位の筆頭に据えた。アメリカ合衆国の最初の100年間に大統領職へ進んだ議会指導者が2名に止まったのに対し、6名の国務長官が大統領に選ばれた。結果として継承順序を入れ替えることは合理的に見えた。ハリー・S・トルーマン大統領によって署名された1947年大統領。継承法は、継承順序の中で後ろに下院議長と上院仮議長を加えたが、1792年の順序から2つの点を変更した。これは、今日用いられている順序のままである。1947年の米軍再編で、陸軍省と海軍省が国防総省に統合されたため、国防長官は以前陸軍長官が占めていた継承順位に収まった。1798年以来、閣僚として存在してきた海軍長官職は、米軍再編で国防長官の下に置かれたため、1947年大統領継承法で継承順序から外された。1971年までは、郵政長官が郵政省の長であった。そのほとんどの期間中、郵政長官は内閣の一員であり、郵政長官は大統領継承順位の最後尾に位置していた。郵政省が郵便公社に再編されると、郵便公社総裁は閣僚ではなくなり、継承順序から外された。法規で示された閣僚の順序は常に、各閣僚が属する省の設置順と同一であった。しかし、2002年に国土安全保障省が設置された際、同省長官を名簿の第8位に据えることを希望した議員が少なからずいた。その理由は、すでに災害救助と安全保障等を干渉している同省長官は、他の一部閣僚よりも、大統領職の継承準備が整っているであろうと考えたためである。国土安全保障長官を名簿の最後尾に加える法律は2006年3月9日に制定された。ミズーリ州プラッツバーグにあるデイビッド・ライス・アッチソンの破壊し、1日限りのアメリカ合衆国大統領とある。9名の副大統領が大統領の死亡または辞任と同時に大統領職を継承し、3名の副大統領が一時的に大統領代行を務めたが、これ以外には大統領の職務を執行するよう求められた幹部は、未だかつて存在しない。ジェームズ・ポークの任期は、1849年3月4日に満了した。次期大統領、ザカリー・テイラーは、宗教的な信条を理由に、日曜日に宣誓するのを断った。デイビッド・ライス・アッチソン上院仮議長の破壊しには、彼が1日間のみ大統領であったと刻まれている。しかし、上院仮議長としてのアッチソン自身の任期、満了日が3月3日であったとすると、その主張はどうやら疑わしい。実際、アッチソンは大統領就任の宣誓をしていないのであるから、単にテイラーが宣誓しなかったからといって、アッチソンを大統領とすることは、筋が通らない。1865年、アンドルー・ジョンソンが、エイブラハム・リンカンの死に際して、大統領を引き受けたとき、副大統領職は空になった。当時、上院仮議長の継承順位は副大統領の次で、あった。1868年にジョンソンは、下院で弾劾訴追されたが、もし彼が、上院の弾劾裁判で免職されていたならば、ベンジャミン・ウェイド上院仮議長が大統領代行となったであろう。このことは利害の衝突を弱気した。なぜなら、免職に関するウェイド自身の投票は、彼が大統領を継承するか否かを決することに貢献するからである。1973年にスピロ・アグニュー副大統領が辞任した時は、カール・アルバート下院議長が継承順位の筆頭となった。ウォーターゲート事件により、ニクソン大統領の解任、または辞任の可能性が浮上したため、アルバートが合衆国法典第3編第19条第1項に基づいて大統領代行となり、当時の現在の大統領の任期満了まで大統領として行動する可能性が出てきた。アルバートは大統領職の公的な権能を共和党員が保持していた場合、民主党員である自分が大統領の権限及び義務を引き受けるのは果たして適切なのか率直に疑義を呈した。アルバートは自身が大統領の権限及び義務を引き受ける必要があるならば管理人としてのみ引き受けると発表した。しかしジェラルド・フォードが副大統領に指名及び承認されたことによりこれら一連の出来事は全く検証されなかった。フォードが大統領に就任してからネルソン・ロックフェラーが副大統領として承認されるまでの4ヶ月間、アルバートは再び筆頭継承者となった。1981年にロナルド・レーガン大統領が銃撃された時、ジョージ・ H.W. ブッシュ副大統領はテキサス州を外遊中であった。アレグザンダー・ヘイグ国務長官は記者の質問に応じ、誰が政府を指揮しているのかについて次のように述べた。諸君、憲法上大統領の次には副大統領、国務長官がおり、もし大統領が副大統領への権限移譲を決意したならば、彼はそうするであろう。これまで彼はそうしてこなかった。現時点では、副大統領が帰還するまでの間、私は副大統領と密に連絡を取りつつここ、ホワイトハウスを統括している。もしもことが起こった場合は、当然彼に確認するつもりである。ヘイグの意見の意義をめぐって、激しい論争が起こった。一部の者は、ヘイグが継承順序について言及しようとして、大統領権限を一時的に有すると誤って主張したのだと考えた。これに対し、ヘイグやその支持者は、リチャード・ニクソン辞任時の大統領首席補佐官であった、彼が継承順序について熟知していることを挙げ、彼は自分が行政府の現場における、最高幹部であり、副大統領がワシントンに帰還するまで一時的に職務を遂行している旨を示したに過ぎないと述べた。これまでに数名の憲法学者が、下院議長と上院仮議長が大統領職を継承するという規定の合憲性に関する問題を提起してきた。憲法起草者の一人であるジェームズ・マディソンも、エドモンド・ペンドルトンに宛てた1792年の書簡の中で、1792年大統領継承法に関して、同様の合憲性に関する問題を提起した。これら二つの問題は、次のように要約できる。2003年、政府連続性委員会は、現行法には、注意に値する、重要な問題が、少なくとも7点存在すると示唆した。現在の継承順序の中にいる者は、全員ワシントン DC の近辺に居住し、勤務している。核兵器や化学兵器、生物兵器による攻撃があった場合、名簿に載っている者すべてが死亡し、あるいは、執務不能に陥る事態が考えられるし、そうなる可能性すらある。議会の指導者らに、大統領の職務を執行する資格があるのかという疑義。伝統的に多数党の最長老上院議員によって、占められてきた名誉職としての上院仮議長を継承順序に含めることが果たして賢明なのかという懸念。例えば、2001年1月20日から同年6月6日まで上院仮議長はサウスカロライナ州選出のストロム・サーモンドであった。下院議長や上院仮議長が必ずしも大統領と同じ政党に所属するわけでないがために現在の継承順序が任期途中の大統領に突然所属政党の転換を強いることになりかねないという懸念。各省長官の技術や能力が考慮されぬままに、所轄する省の創設日によって、継承順位が決定されてしまうことへの懸念。実際問題として、いずれかの閣僚が大統領の職務を開始せねばならない。法律は下院に対し、いつでも閣僚を解任して、自らがその職に就く権限を実質的に有する、新たな下院議長を選出する権限を付与している。大統領が障害を負い、かつ、副大統領職が欠けた場合に関する法律の欠如。ありがとうございます。